悪かったな、妙なもので。立っている。先ほど宮殿に行ったとき、陛下のことを探しに行くよう近衛兵の者から頼まれたんだ。湖は宮殿に近いからもしかしたらと思って来てみたんだが。なんとなくそうしてはならないような気がしたから。なんとなくだ。別に深い意味はない。そうだな。そうかな。自分ではよくわからない。ああ、そうだ、アス。今からでも団長室に行くようにな。もう団長は弊社にいらっしゃるようだから。はい。あ、ご苦労様。中に入っていいよ。お疲れ、アス。どうだった？神殿に行った感想は。それは仕方ない。不定の輩を中に入れることは避けなくてはならないのだから。そうだね。向こうからお声がかからない限りなかなか会う機会などないだろうから。ところで神殿周辺および町の様子はどうだった？何かしらのことがなかったか？そうだな。見回りの報告を聞く限りいる気配は特になさそうだな。かといって消えた気配もなさそうだ。多分後者だろう。一体何を企んでいるのかはわからないが、我々は力を尽くさなければな。峡谷を守るために。ん？どうした？ありがとう。もっともこれは刃こぼれしてしまっているから実際には使えないけどね。ただの思い出の品だ。僕が初めて手に入れた剣であり、初めて人を殺めた剣でもある。己への戒めを込めてここに飾っているんだ。なんだ、知っていたのか。ああ、僕はアスたちとは違って貴族の生まれではないから、騎士となるためにアルグレーンという名前を買って爵位を手に入れたんだ。いや、
名前が欲しかったという理由が一番大きいな。正確に言えば、名付けられることにより生まれる存在と価値かな。欲しかったものは。何が？サージェス様、よろしいですか？え？ああ、そうだね。どうぞ、ミーナ。失礼します。ごめんなさい。もしかしてお話し中にお邪魔してしまいました？いや、いいよ。気にしなくて。よかった。本当に大したことじゃないんですけど、お夕飯の準備ができましたので、お声をかけさせていただきました。いつもわざわざありがとう、ミーナ。助かるよ。それはもう、サージェス様のためなら、声の一つや二つ。それが本当なんだったら嬉しいな。あ、冗談じゃないんだから軽く流さないでくださいよ。あ、お疲れ。お疲れ様です、アッサン。ルー？ルミルカもお帰りなさい。ミー様、お食事とお風呂どちらも用意できていますけど、どうしますか？はい、ではお背中をお流ししますね。最初と思われるね。自称4人なら
自称神やらいう連中が大勢訪ねてくるのよ。嘘をついているものから嘘をついている自覚のないものまで大勢ね。何なんですか、言いかけてやめるだなんて気になります。そういえば、兄様は襲撃事件の時にも中に入ったんでしたよね。不思議な話ですよね。ねえ兄様、私その話を聞いて思ったんですけど、父様って昔神殿を調査しに行ったって言っていたじゃないですか。その時にもしかしたら。だけかもしれないじゃないですか。もう、やつなんて言ったらダメですよ。父様はすごい方ですよ。なんせ、あの賢者として名高い術師ジーナとも一緒にお仕事をなさったんですもの。ちゃんと言わなくちゃダメですよ。嘘ですよ。だって兄様が騎士になったのって父様に憧れたからで。兄様大丈夫ですか？どうしたんですか？いきなり咳込んだりして。私はてっきりそうだとばかり。でもちょっとくらいは。リン様、そこまで父様のこと嫌うことなんてないのに。私は嫌いなんかじゃありませんでしたよ。兄様もいつまでも嫌わないであげてください。私のことなんて気にせずに。なんてちょっと話の方向がずれてしまいましたね。ところで兄様はどうして神殿に？え？あ、シュってまさか。本当ですか？だってそんなことすごすぎて。でもどうして兄様が？お礼？そんなに兄様は活躍を？そうだったんですか？全然知りませんでした。クレアさんが大活躍されたという話だったら噂でちょっと聞きましたけど。でも兄様が活躍した話は全然誰も言ってなくてちょっと残念。でも残念なんて言っちゃいけませんよね。だってクレアさん怪我を負ってしまったという話ですし。本当ですか？よかった。え？綺麗に？
がこもってしまいました。なんでしょうね。ちょっとだけ。そんなことないです。それにこれくらいだったらお湯で流せばすぐにきれいになりますよ。迎えに来てくれたの。
見る。